三原健太のデビュー記念、そして全日本プロレス10周年になりました。当時ブードゥーマーダーズに加入したての三原健太と合ってますよ。合ってますよ、全然違うね。そこからあの今でいうブレイクハートのネックレスのマークはここから誕生してますよ、うん、この時は三原健太イヤー2016年、うん、8回防衛した時ですかね、この年に。すごいな、モテたのはあれじゃないですか、やっぱり。そういう意味でやっぱり三原健太が僕は一番好きですけどね。